はい、こんにちは、軟骨です。今日はですね、これからドローンを始めたい人へというテーマでお話していきたいと思います。今日お話しする内容は、僕がいつもですね、ドローンの体験会とかをやってるんですけれども、子供にドローンやらせたいんですけどとか、自分でドローンを、趣味でやりたいとか、あと仕事で使いたいとか、そういった質問をね、同じ内容を結構いただくので、まとめて、ざっくりとした回答をしたいなというふうに思ってこの動画を撮っています。はい、今日はね、こちらの資料を使いながら、説明をしていきたいと思います。これからドローンを始めたい人へということで、結論としては、もう本気でドローンを始めたいんだったら、FPV レースドローンを始めようっていうのがもう僕の結論になります。僕はいつも、こちらの WTW 新潟という、主にレーシングドローンの、コミュニティがあるんですけれども、こちらで、体験会とか、練習会みたいなのをやらせてもらってます。ちょっとはね、参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思います。それでは早速やっていきます。まず目次ですね。ドローンとは、あとドローンのルール、そして FPV レースドローンの世界という形で、今日はね、お話ししていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。はい、それではまずはじめに、ドローンとはっていうところを話していきたいと思います。本当に今日の内容っていうのは、ドローンについて全く知らないっていう人向けの内容になってますので、こんな内容知ってるよって思ったら、適宜ね、スキップしてください。で、まず多くの人が考えるドローンっていうのは3つ挙げているんですが、こちらね、よく見るんじゃないかなと思います。結構テレビ番組とかでも撮影用ドローンですね、使われてたりとか、家電量販店とかおもちゃ屋さんとかいうと、こういったドローン売ってたりするので、見たことある方は、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。ただこれは、正確に言うとマルチコプターとかクワッドコプターっていうもので、ドローンっていうのはね、これだけじゃないんですね。ドローンっていうのは本当にたくさんありまして、空を飛んでるとか飛んでないとか、そういうのに関係なく、無人で、自立的に動くものに関しては全てドローンっていう風な、総称で呼ばれています。たくさんのドローンがあるんですけれども、今日、紹介したいのが FPV レース用ドローンっていうもの。聞いたことある方は少ないんじゃないかなと思います。ドローン、今ここに3つ、種類を挙げていて、撮影用ドローン、トイドローン、FPV レースドローンというふうに挙げているんですけれども、撮影用ドローンは、その名の通り、綺麗な、動画とか写真を撮影するためのドローンで、これがだいたい家電量販店とかにも売られてたりするんですが、値段がね、すごい ざっくりなんですが、10万円とか、それぐらいの値段、それぐらいの価格感だと思ってもらえばいいかなと思います。で、次、トイドローンですね。トイドローンっていうのは、こちらもね、家電量販店とかおもちゃ屋とかに売られているタイプのもので、撮影用ドローンのように高画質なカメラが乗っていないとか、あとそもそもカメラが乗っていない、もうほぼほぼラジコンみたいな、ような形のものですね。こちらは、こちらもざっくり値段3000円ぐらいから、売られているものが多いかなと思います。で、最後に FPV レース用ドローンですが、こちらはね、あまり、一般に市販されているようなものでは、ないんですが、一応値段としては1万円からというふうにしています。これは先に挙げた2つの撮影用ドローン、トイドローンとは違って、自作する場合が結構多いです。自作といっても、そこまで難しいことをするっていうわけではなくて、イメージとしてはミニ四駆とか電子工作みたいなものをイメージしてもらうといいかなと思います。パーツをかき集めて、それらを組み合わせて、ドローンの形にして、ちょっとパソコンとかで設定したりして、それを飛ばすっていう風なイメージになります。はい、で、飛ばす難易度的に言うと、左から順に、とても簡単、簡単、難しいという風になってるんですが、撮影用ドローンに関しましては、これ、もう固有名詞出すと DJI 製の、中国製のドローンなんですけれども、こちらはね、すごい性能が良くて、センサーの塊なんですね。なので、手を離すと、もう勝手にホバリングしてくれるような、ものになってますので、非常に、操縦は実際簡単です。ホバリングね、ちゃんとしてくれるので、どっかにぶつけるとかじゃなければ、墜落することはあまりないんじゃないかなと思います。で、次、トイドローンなんですが、こちらも、撮影用ドローンと同じく、ちょっと簡単な部類に入っているんですが、先ほどの撮影用ドローンよりもセンサーの数が少なかったりとか、
あとは風でね流されちゃったりとかするので、少し、撮影用ドローンよりも操縦しづらいかなとは思います。ただ、子供でもまあ数回飛ばせばだいたい操れるぐらいのものになっています。で最後 FPV レース用ドローンなんですが、こちらは操縦が非常に難しいです。まあ、操縦のイメージとしては本当に飛行機とか、まあラジコン飛行機とかラジコンヘリとかやれたことある方は分かると思うんですが、常にねコントローラーを動かし続けてないと墜落してしまうような、ものになってます。そのホバリング自動でしてくれないんですね。なので結構難しいものになっています。まあ、その分こちらの速さっていうところがとても速いってなってるんですが、速いスピードを出すことができます。まあ、これもレース用ドローンってすごいたくさんあるんですけれども、だいたいざっくりとした特徴になってますので、まあそちらも参考にしてみてください。で最後免許なんですが、これは、まあ後でちょっとドローンの免許についても話すんですが、基本的に撮影用ドローンとトイドローンに関しては免許っていうのは必要ないです。なので、まあ、その免許という意味では買ってきてすぐに飛ばしても OK というものになっています。対して FPV ドローンは、アマチュア無線とか業務無線とかいった無線の免許というのが必要になってくる場合がほとんどになります。それではここまでドローンとはというものを紹介してきました。次にドローンのルールについて説明していきます。ドローンの事件っていうのがね、残念ながら、結構起きてます。このドローンの事件起きてから、ドローン規制法っていう、まあ、ドローンを、法律で縛るものっていうのができてしまいました。ドローン規制法改正航空法っていうのが、2015年の12月、8年前にできました。そこから、まあ、今日に至るまで結構ねドローンの、法律どんどん厳しくなってってて、まあ、ぶっちゃけ大変ですね。で具体的にどういう法律なのかっていうところの前に、どういったドローンが法律の規制厳しいのかっていうところなんですが、これ重量なんですね。ドローンの重量によって規制の厳しさ緩さが、変わってきます。具体的には 100g ですね。 100g 以上のドローンに関しては、まあ、法律上は無人航空機というものになっていて規制が厳しいと。で 100g 未満のものに関しては模型航空機というものになって、規制が、まあ、比較的緩いというものになります。で実際その 100g 以上 100g 未満でどういうふうに違うのかっていうのを、まあ、書いたものなんですが、これ 100g 以上のドローンを飛ばす際気をつけなきゃいけないことがこの左の方に書いてある通りたくさんあるんですね。飛行禁止場所があったり機体登録が必要だったり飛行のたびに通報しなきゃいけなかったり飛行日誌書かなきゃいけなかったり、あと飛行方法によってさまざまな規制があったり、たくさん飛行方法禁止されている飛行方法があります。まあ、これらの飛行方法に関しては申請国交省に申請出すことによって許可証に取ることはできるんですけれども結構ね大変です。でこれらを守らないと、最近ね罰則が追加されまして、罰金ですね、罰金、ちゃんとした罰が、与えられるようになってしまってます。まあ、こんな大変ならねドローンなんてやってられるかっていう感じで、これね去年の12月から、こういったね罰則だったりとか、まあ、こういったちょっと厳しくなったんですけれども、それを境にね結構やめちゃった人も、まあ、実際ねいるんじゃないかなと思います。で、こちら 100g 未満の場合はどうなるかっていうと、かなりね緩くなります。飛行禁止場所っていうのは、相変わらずあるんですけれども、まあ、それ以外のことについては結構緩くて、飛行方法によって、まあ、ちょっと規制はありますけれども、大体まあほとんど、まあ、結構自由が効くっていうものになります。これらに関しては自分の家の庭であっても、屋外であったら対象になります。なので、まあ、よくあるパターンとしては、自分の庭から飛ばしてたらドローンが風に煽られて隣の家に突っ込んじゃったとか、まあ、そういったことでなんかね事件とか、まあ、そういうので書類送検みたいな、感じのニュースもね最近あったりするので、まあ、この辺もね結構ね注意が必要かなと思います。ただ室内だったら OK なので、室内で飛ばせるドローンに関してはこういった法律の規制は受けません。で次、ドローンの免許に関してなんですが、これね結構ね最近よく聞くんじゃないかなと思うんですが、これね間違っ
って解釈してる人がめちゃくちゃ多い、まあ、僕がドローン始めたいですっていう人から聞くと、もう、まあ、ほぼ 99% このドローンの免許に関して間違って認識しているっていう方が多いと思います。これはねちょっとちゃんと知っといてほしいんですが、まずドローンの免許っていうのは何かっていうと、去年の12月までは、民間資格だけだったんですね。ドローンの国家資格ってものは存在しなかったんですね。でそれまではこの民間資格、民間資格っていうとまあなんか、なんとか検定1級とかなんとか検定2級みたいな、そういった資格ってすごいねたくさんあると思うんですが、それと同じグループに入っているもので、取得すると国交省の先ほどの申請ですね、それがちょっとやりやすくなったりとか、あとは箔がつく、まあ箔がつくかつかないかわかんないですけど、ドローンの資格持ってるよみたいな感じで結構自慢できるのかなとは思います。はい、ただこれは去年の12月までも、まあ、今でも必須ではありません。で次に2022年12月から国家資格が誕生しました。これが非常にややこしくて、これねすごいニュースとかでも取り上げられてて、ドローンの国家資格誕生っていう風な形で、このニュースを見た人がドローンって免許必要になったんだとか、免許なきゃ飛ばしちゃダメなんだっていう風に認識されてる方非常に多いんですけれども、これ間違いです。具体的に言うと1等免許2等免許っていうのが、ざっくり、できました。ただこれ、取得するとどうなるかっていうと、国が認めた機体で、この国が認めた機体めちゃくちゃ重要です。で申請が、一部免除になったりとか、特殊な飛行方法が解禁されたりとか、まあ、そういった、免許になっています。でこれがめちゃくちゃややこしいんですけれども、この国が認めた機体って、あるじゃないですか。よっしゃこの国家資格取ったぞって言って、よっしゃじゃあ申請免除になる機体何かなって、ね、探してみると、今のところねこの国が認めた機体っていうのが1台しかないんですね。でこの1台の機体が、実際買うとするといくらするのかっていうのは具体的な金額はまあ言えないですけども、家建ちますね。このドローン1機で家買えるぐらいの価格感だと思ってもらえればいいかなと思います。でそんな機体個人で買うわけないじゃないですか。なので、この国家資格に関してはこの国が認めた機体をまあ持ってない場合はもう全く意味がない、資格になってますので、これね本当に騙されないでください。この免許に関しては今のところ全然必須ではないので、これからドローン始めようってなってよっしゃ国家資格取るぞとはならないんですね。はい、ここは絶対間違えないようにしてください。はい、なのでこのドローンの免許まとめると、ほとんどの人には、不要なものになります。まあ、ちゃんとこの、まあ、ドローンスクールに行くとかしてそのドローンについて勉強したいっていう方はもう本当に好きにしてもらえばいいと思うんですけれども、この最初の民間資格とあとこの国家資格に関しては今のところどっちも必須ではないので、まあ、ここをねすごい気をつけてほしいなというふうに思います。まあ、特に趣味で、ドローンやりたい場合は、全く必要のないものになります。まあ、今後ね変わるかもしれないですけれども、今2023年の4月現在は全く必要ではないです。はい、でこの免許に関連してなんですが、先ほどねそのドローンの免許は必要ないっていうふうに言ったんですが、 FPV ドローン FPV レース用ドローンを楽しむには実は免許が必要になります。これはドローンの免許とは違って無線の免許が必要になってくるんですね。現在このレース用ドローン、FPV ドローンを楽しむには第4級アマチュア無線技師という、免許資格が必要になってきます。まあ、これはね一応国家資格ですね。これなぜ必要なのかっていうと、まあ、普通のドローンとレース用ドローンってちょっと使ってる電波が違うからなんですね。このレース用ドローンっていうのは速くて遅れがない、まあ、電波を使うので免許が必要という、形になります。ただ、こちらにある通り、アマチュア無線の、アマチュア無線を使ったレース用ドローンの体験利用制度っていうものが、実際あります。どういう制度かっていうと、レース用ドローンを管理するアマチュア無線従事者がいるところに関しては無資格の方が電波を使ってドローンを飛ばす場合も免許なしで飛ばすことができるというふうな制度になります。なので、まあ、僕たちこういったレース用ドローンの体験会というかもやってるんですけれども、
こういった体験会をする際は、この体験利用制度っていうのを使ってアマチュア無線の免許を持っている方が、その、自分で開局した、無線機を乗せたドローンですね、それを使って、体験させる分には、問題ないですよっていうふうな形になっています。なので、体験会とか行く際には、安心して来てもらえるといいかなと思います。ただこのアマチュア無線免許っていうのが取得するの難しいかっていうと全然難しくなくて、小学生とか、あとなんか聞くところによると幼稚園児とかでも取ってる子がいるらしいんですね。レース用ドローン始めたいってなった場合はこのアマチュア無線の免許をね取るっていうのもいいんじゃないかなと思います。こちらの免許は、国家資格になりますので、1回取ればね一生ものの免許になるので、ぜひ、レース用ドローンやりたいときは、この免許をちょっとチャレンジしてみてください。免許の取り方に関しては、試験を受ける方法と、あと講習会、あと e-learning ですね、この3つの方法があって、講習会と e-learning は、ちょっとね値段が高いんですけれども、難易度的にはめちゃくちゃもう簡単なので、ちょっとね1日2日縛られてしまって、講習をずっと受けてその後テストを受けなきゃいけないっていう、ね、のがあるので、ちょっと大変かもしれないですけれども、そちらをねそちらもやってもらえればほぼほぼ落ちることはないんじゃないかなと思うので、ぜひ、講習会 e ラーニング使って、やってみてください。それではここまで、ドローンのルールについて説明してきました。ちょっとね長くなってしまったんですが、次は、最後ね FPV レースドローンの世界ということで、FPV レースドローンって何っていうのを、詳しくね説明していきたいと思います。 FPV レースドローンの世界、まず FPV 飛行とはっていうところなんですが、まず FPV ってなんだよっていうところ、これね最初解説すればよかったですよね。FPV っていうのはファーストパーソンビュー、日本語で言うと一人称視点っていうものなんですが、これは、ドローンについているカメラの映像っていうのを電波で飛ばして、その映像を 見ながら、そのドローンを操縦するというものになります。FPV 飛行ですね。はい。通常のラジコンとかだと、そのラジコンの、ラジコンヘリだったりとかを、肉眼で見ながら、飛ばす目視飛行っていうのが、今までの、ラジコンだったと思うんですが、こちらの FPV 飛行っていうものができるってところで、このドローンがねすごい便利で、この FPV 飛行に関しては一般用のドローンと FPV レースドローンっていうのがあって、どちらもねこの FPV 飛行っていうのは一応できるんですね。で、一般用ドローンに関してはこのまでこれ DJI のファントムっていう機体を出してますけれども、電波の種類に関しては 2.4GHz っていうちょっと遅延、映像が実際見てる映像とモニターの映像がちょっとズレがあるっていう風なものになりますが、FPV デレス用ドローンに関しては 5.8GHz という周波数の電波を使ってまして、こちらは、見てる画面と、実際のモニター、これゴーグルつけるんですけれども、ゴーグルの画面が、ほぼほぼ遅れがないっていうふうなものになっています。なので、こういった FPV デレス用ドローンは、超高速で、飛行することができるものもあるんですけれども、それにも、対応できるような、その遅延のなさっていうのを使って、操縦するものになります。で、一般用ドローンに関しては、先ほど言ったようにモニターで、スマホとかね、タブレットとかを使って、実際に見ているドローンの映像をモニタリングしながら飛ばすってことができるんですが、FPV レース用ドローンに関しては、基本的に、FPV ゴーグルというものをかけて操縦します。で、これに関しては先ほどの、言ったように無線免許っていうのが、FPV レース用ドローンに関しては必要になります。これは先ほど言ったアマチュア無線の免許だったり、仕事で使う場合だったら、業務無線っていうものが必要になってきます。はい。この業務無線に関してもちょっと最後に説明します。で、FPV ゴーグルっていうものなんですが、これ、右上のドローンレースの様子っていうふうな写真があるので、これもちょっとねこれを見てほしいんですけれども、FPV ドローンは専用のゴーグルを装着してこのリアルタイムで映像を見ながら飛行させます。で、機体に載せた VTX、ビデオトランスミッター、送信機ですね、これから出す映像の電波をゴーグルの受信機で受信することでこの映像を見ることができます。ただこれ映像を受信するだけだったら
発射してないので、電波発射してないので、あの免許は不要になりますので、まあ、例えばドローンレースの会場に、行ってみて、自分のゴーグルをただ持って行って受信するだけだったら、まあ、昔のアナログテレビみたいな形で、まあ、それをただ覗き見してるだけなので免許は必要ないっていうようなものになります。で、ここから FPV ドローンどんなものがあるのっていうのをちょっと説明していくんですけども、FPV ドローンってあの、まあ、先ほど言ったその、カメラの映像を電波で飛ばして、まあ、そのゴーグルで受けるっていう、まあ、その仕組み自体は変わらないけれども、ドローンのサイズがあのたくさんいろいろあって、まあ、大体そのバラバラにあるっていうよりは、その一つずつクラス分けされているようなイメージになっています。ここからちょっとね代表的なクラスを紹介していくんですが、まずマイクロクラスですね、まあ、いわゆるマイクロドローンみたいな形で呼ばれたりするんですけれども、これおもちゃ、まあ、ほぼほぼおもちゃのドローンなので、あの重量もね 20g、30g ぐらいしかないので、だいたい室内で飛ばすことになると思うんですが、まあ、人にちょっと当たってもほぼ怪我するようなこともないので、安全なものになっています。こんな感じでプロペラガードがついてたりとかするので、比較的安全です。ただ、まあ、これも先ほど言ったように、まあ、大きいものとあの構造に関しては全く違いがないので、そういったものを勉強するとか、まあ、そういった練習をする際には、このマイクロクラスから始めるのがいいんじゃないかなと思います。もちろんその先ほどの、航空法の、100g の規制には、引っかかってこないものになります。で次、5インチクラスっていうのを紹介するんですが、これが、結構ね大きいドローンですね。これが一般的にレーシングドローンって呼ばれるもので、モーターとかねバッテリーとかすごいあの大きいものを載せてるので、結構ね重いですね。でなので機体重量、大体 100g 超えます。なので、まあ、規制の対象にはなるんですけれども、まあ、飛ばしたい場合は申請とかを頑張って通して飛ばすっていう形になります。でこれすごいハイパワーなので、スピードもものすごく速くて時速200キロ近く出る、場合もあります。なのでもちろんね屋内での飛行っていうのは、まあ、ほぼ無理かなと思います。ただ公園とかで飛ばせるかっていうと、それもまあ無理で、まあ、本当にこれ当たるとめちゃくちゃ危ないので、絶対人がいないところで飛ばさないといけないので、まあ、例えば専用の飛行場とかそういった場所を確保して練習する必要があるので、非常にこの環境作りっていうのがちょっと大変なドローン、これが5インチクラスになります。で最後 U99 クラス、これ U っていうのはアンダーっていう意味なんですけれども、これは先ほどのドローンの法規制の 100g っていう境目よりも軽くしたドローンのことをアンダー 99g ってことですね。そういったことで U99 と呼んでます。まあ、法規制がねちょっと緩いっていうところで、まあ、比較的手軽に飛ばせるっていうものになります。ただこれに関してはまともに飛ばせるようなこの 99g 以下の機体っていうのは既製品だとかなり少ないです。既製品っていうのは、まあ、要はおもちゃ屋に売ってるとか通販でアマゾンとかで買えるとか、まあ、そういったものになりますけれども、そういったものって結構そのセンサーに頼って設計してあるので、そのセンサーがその 99g 以下になるともう全然乗せられるセンサーが少なくなってきている。その貧弱なセンサーで作られたドローンを飛ばすのって実際結構難しいんですね。なのでこの 99g 以下でその楽しもう、この U99 で楽しもうってなった場合はこの自作、まあ、要は FPV ドローンですね、これをやる必要があるんじゃないかなと思います。自作の場合だと結構この 99g という縛りが出てきた後でも実際楽しめるもの、まあ、自作以外にもこの FPV ドローンの既製品っていうものもあるんですが、それを買うっていうだけでも結構楽しめたりするので、この U99 でドローンやりたいっていう場合は FPV ドローンになっちゃうのかなと思います。それではここまで長かったな、 FPV ドローンの種類について解説してきたんですが、次ドローンレースについてねちょっと説明していきたいと思います。ドローンレースっていうものがありまして、その FPV ゴーグルをつけて FPV ドローンを操縦して、まあ、レースをすると、まあ、新たなモータースポーツみたいな形で、最近話題になることが多いですが、
このドローンレースっていうのが先ほどの、クラス分けされた、FPV ドローンたちの、クラスの分だけこのドローンレースの、種類があります。日本国内でもこのドローンレース様々なところで行われているので、ぜひ FPV レースドローン始める際は、こちらのレースを目指して練習するっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。まずマイクロドローンレースなんですけれども、こちらが先ほどのマイクロクラスタイニーウープと呼ばれるドローン限定のレースになります。こちら飛行場所の制限が少ないので、まあ屋外屋内もうどこでもレースのコースにできちゃうっていうのがすごい特徴的で、ここにある通りカフェだったりとか本屋、学校、商店街、銭湯、古民家みたいな、もう様々なところでレースが行われています。で、まあ、国内で、賞金のレースっていうのもありまして、賞金総額100万円みたいなレースがあったりとか、結構ね盛り上がっているクラスになります。まあ、基本的に屋内でやることが多いので、まあ、法律に縛られることなく、楽しめるドローンのドローンレースっていうことで結構ね人気があります。でこのドローンレースに関しては映像の URL を、概要欄に載せておきますので、ぜひ、そちらも見てみてください。で次5インチドローンレースについてですね、こちらは先ほどのマイクロクラスとはもう比べ物にならないぐらいの、スピードの、まあ、大迫力のレースになります。でこちらに関しては世界的にはこちらの方が人口が多いのかなと思います。実際2016年の3月に、ドバイでこのレース行われて、その時の、ね、賞金総額が1億円みたいな、とんでもないレースが行われたりだとか、結構ね盛り上がりを世界的に盛り上がりを見せているクラスになります。国内ではジャパンドローンリーグ JDL をはじめとしたいくつかの団体がこのレースを開催しています。で僕も、このレース出てますので、そちらも、僕の動画概要欄に載せておきますので、ぜひそちらも見てみてください。こちらに関しては、まあ、200キロ以上出るドローンなので屋外限定のレースになります。まあ、ほぼ屋外でしか開催されないレースですし、結構ねマイクロ機よりも、まあ、機体の金額とか、そういったパーツの金額とかも上がってくるので、ちょっと敷居は高いなと思うんですけれども、マイクロクラスとは全く違うねこの超スピードもう超スピードのレースっていうところですごく面白いものになってますので、まあ、いずれはねこちらにチャレンジするのもいいんじゃないかなと思います。でここまでレースについて紹介してきたんですが、最後空撮ですね。空撮に関して、ちょっと説明していきます。この FPV レース用ドローンを使った空撮、まあ、レース用ドローンっていうとあれですけれども、 FPV ドローンによる空撮っていうのも、最近、耳にすることが多いんじゃないかなと思います。こちらは先ほどの映像をゴーグルに飛ばすためのカメラとは違う撮影用のカメラっていうのをこの FPV ドローンに載せて、こちらの写真のようにこれ GoPro 載せてますけれども、こんな感じでこちらの GoPro の方でまあ綺麗な風景を撮ると、そういった空撮の手法もあります。ただまあ性能のいいカメラっていうのはまあ例えば GoPro でも今の GoPro 150g ぐらいあったりするので、まあ、重いドローン、重いカメラを積もうと思うと、それほど、まあ、それだけパワーのあるドローンを使わないといけないので、まあ、結構工夫が必要だったりします。はい、まあ、頑張ればマイクロドローンにも、こういったね高画質カメラを搭載することもできます。まあ、GoPro をバラバラにして、向きプロみたいなそういうのを、使ってマイクロドローン、ちょっとちっちゃいドローンに乗せるってことも一応可能です。まあ、100万円以上のシネマカメラをドローンに乗せる人もいるっていうところで、最近そのハリウッド映画とかで、まあ、世界のトップパイロットたちがこういった、シネマカメラを乗せて絶対に落とせないっていう状態で、まあ、映画の撮影だったりとかそういったものをしている、まあ、CM だったり、まあ、国内でも CM だったりにこういった、シネマカメラのドローンを使ったりしているっていう場合もあります。はい、こちらも結構面白いので、ぜひチャレンジしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で最後に、FPV ドローン空撮で、この FPV ドローン空撮で業務したい場合の注意点
で、この FPV ドローン空撮で仕事をしたいっていう場合ですね、これに関してはちょっとまた、ハードルがありまして、これに関してはアマチュア無線の免許では、ダメなんですね。FPV 用の 5.8GHz の周波数っていう電波は、アマチュア仕様の場合と業務仕様の場合で免許の種類が違ってくるんですね、はい、でこの業務で使う場合はこのお金と手間が結構かかってきます。で免許に関してはまず第3級陸上特殊無線っていう免許を、アマチュア無線と別で取らなきゃいけないですし、またその使う無線機 VTX も業務開局っていうのをしないといけないので、結構ね面倒くさいですね。お金も結構かかって、まあその辺ちょっと自分で調べてほしいんですけれども、またこの業務開局っていうのが法人か個人事業主じゃないとできないので、その会社勤めされてるっていう方だったりすると、まあ副業でやりたいって場合はまたちょっと複雑なことになってくるので、その辺もちょっと注意が必要です。でまたこの業務開局が必要なんですけれども、この業務用 VTX っていうのが結構ね高いんですね、まあ、今ちょっと安いのも出てきてますけれども、かなりねその、まあ、仕事をしたいってなった場合は初期投資が必要っていうふうに考えてもらえばいいかなと思います。でもしこの免許とかもうめんどくさいわっていう人は、DJI FPV っていうものがありまして、DJI からまあ一昨年ぐらいかなに出た、DJI 製 FPV ドローンなんですけれども、こちらが、2.4GHz っていう免許必要ない周波数帯で、まあ、ある程度使える、ドローン FPV ドローンが市販されてますので、こちらで我慢するっていうのが、まあ、妥協案としては一番いいんじゃないかなと思います。今後、まあ、この辺の、免許関係の事情に関してはちょっと変わってくる、まあ、流れも一応あるので、まあ、一応今のところ2023年4月段階では FPV ドローン空撮で仕事したいっていう場合はこういった縛り制限があるということは覚えておいてほしいなと思います。はい、以上長々と話してきたんですけれども、もう最後に、本当に結論、まあ、最後に結論としては、最初に言った通り、本気でドローンで遊びたいなら FPV レースドローンを始めようっていうのが、結論になります。っていうのも今本当に規制がめちゃくちゃ厳しくなっていて、このドローンで下手なことをすると逮捕されちゃうような状態になっているので、なかなかねその既製品を使ってドローンで遊ぶっていうのが難しくなってきていると、まあ、僕は感じています。なのでもしそのドローンを飛ばして遊ぶとか、まあ、もしねそのドローンを趣味にしたいとか、まあ、そういった場合はこの FPV レースドローンをまず始めて、まあ、操縦の練習とかもねもちろんするし、まあ、機体を自分で作ってみるとか、まあ、そういったミニ四駆的な楽しみ方をするとか、そういった楽しみ方をするのが一番幅が広がるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この FPV レースドローンねめちゃくちゃ楽しいので、まあ、ぜひこちらを始めていただけると、嬉しいです。でそういった場合どうすればいいのか分かんないっていう人は、僕らがやっているこの WTW っていう、コミュニティがありますので、こちら全国、各地に、僕は WTW 新潟の代表ですけれども、こちらも全国各地に、WTW というコミュニティありますので、そちらを調べて、まあ、1回その練習会とかに、顔を出してみて、実際始めたいんですけれどもどんなものを買えばいいですかとか、そういったことを聞いてもらえると、間違いではないんじゃないかなと思います。ちょっとね今日はすごく長々話してしまったんですが、この動画がちょっと参考になれば幸いです。はい、以上となります。このチャンネルではこのように、ドローンについての情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画参考になりましたらいいねボタンを押していただくと、励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。長々ご視聴いただきありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。